のですが、ここは帰っていいのかな？またかかりこ村に向かってもいいということなのかな？ナビはそれで納得したかな？かなぁ。ではでは、降りて、わー危ないんじゃない？危なくない？危なくなーい？危な、いいね、危ないね、危ないね、危ないね。こうして、こう、こうしながら行きましょう。危ないよ、危ないよ、危ないよ。今、えい、よし、よし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 。ちょっと体力が少なくなってきてしまいましたが、ここも登ってみたいので、登ってみましょう。ボヨヨンがいるのと、ここはなんだろう、この真ん中、ポコンって開いてる。気になるね、気になるね。これちょっと下覗いてみたいけど、何もない？何事もないね。ではでは、ここってピョンって飛べる。よし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 。あなたはまた同じくかな。みんな同じなのかな。こう一人だけ違うとか、可能性があるかもしれないと思って、切っちゃうんだけど。よいしょ。こっちも飛んで、ここも飛べそうだね。あなたも、同じだね。ではでは、ここを帰っていけばいいのかな？さっきのゴロンシティも気になるところではあるんだけど、あー！びっくりするからやめて、もうちょっとこう、ふわっと出てきてほしい。ザリアからオカリナの歌を教えてもらったかな？そのメロディーは不思議な力を秘めておるようじゃ。このハイラルにはまだまだそんな不思議なメロディーがあるかもしれんの。ほほー。そのオカリナを C で構えたとき、メロディーを必要とする場所では楽譜が表示される。あ、そうなのね。お前の知っている曲を吹いてみるがいい。楽譜が表示されぬときにも吹いてみるのもよかろう。フォフォフォーっとなー。わかりましたー。メロディーはアイテムモードのオカリナ画面に記録されておる。よーく覚えておきなさい。あ、じゃあ見返すことができるんだね。ありがとう。またねー。そして、ここでは、どこに行ってもいいとかっていうことなのかな？これでコキリの森。あ、帰ってきました。コキリの森。ちょっと体力が心もとない感じになってしまいましたので、回復してから行きたいな。回復、どこかにハートあったような気がするんだけど、サリアのお家にいっぱいあったのか。近くだったかな？ここミド様のお家だったような気がする。あ、でも葉っぱとか切るのでもいいんだもんね。ちょこちょこルピーを回収しつつ、ではでは回復ができたら、またかかりこ村を目指してみましょう。なんとかなる？なんとかなる？なんとかなる？なりそう、なりそう、なりそう。間に合い。あー、夜になっちゃう。おかしい。びっくりした。怖かった。しかも何にも見れなかった。どうしよう。この夜のタイミングで行ってしまってもいいのかな？山のところ。お昼の状態で行きたいような気もするんだけれども、ね、こう、どこかでお泊まりして朝にするとかっていうのが、ないもんね。あ、見つけられてないだけかもしれないけれども。でもさ、出たらさ、いるんだよ。安全地帯じゃないんだよ。やだー。でもお昼にしたら、わーあーうーわーって言ってたら、行ったり来たりしちゃった。時間進まないじゃん、これ。どうしようかな。いや、でも、危なすぎる気がする。もう出てすぐだもん。出てすぐだもん。もう諦めよう。お昼にするの諦めて、もう次のところに行ってしまいましょう。夜でね、通してもらえるかどうかはちょっとわからないのですが、そう。なんか、怖いんだよね、もう。もうすでに怖い。ここを登っていって、あ、そうだ、盾はさ、せっかく強いのを買ったから、解雇しておきたいなと思います。あ、仮面かぶってる、仮面、お面。これで坊主も喜ぶよー。あ、おかわりなくだね。ではでは、ここで、盾を解雇していきましょう。
これでよしと暗闇の状態で行きたくはないけれども、ちょっと時間を進める術がないのでこのまま行ってしまいましょう。怖いな。デスマウンテン、登山道と読むのかな。いやーもうね、デスマウンテンっていうその言葉だけでも怖いのにさ、暗いのやだな。こっちはこっちで出てきそうな気もする。何かいるね。これは何だろう。これは敵かな。アタックっていうのが出てるのと、ナビが呼んでる。赤テクタイと跳ねる動きはロックして、敵だね。あー、跳ねてる。でもここよし、雲だね。あ、よし、なんとかなりましたね。ちょっと大きいから、ちょっと遠く離れてて見えるのはありがたいんだけどね。これは夜だから出てくるのか。それとも、もうそもそもいるのかどうかはちょっとわからない。いえ。あー、当たっちゃったね。よし。もう一人いたはず。いた。でも、なんとか、刀振り回してるだけみたいになってしまってはいるけれども、なんとか戦えてるかも。跳ねて落ちてくるのは避けなきゃいけなかったかな。なんだけど、何かいる。危ないよ。避けないと。よし。危ないって。ココちゃんが泣いてる。ココちゃん泣いてるけど、これで朝になったのかな。で、ここは、向こうにハートがあるね。と、ここは、チェックができるかな。ドドンゴの洞窟。勝手に入るな。これをのけてみたいなことになるのかな。と、これしまう。あ、今刀をしまったのかな。びっくりした。マルゴさんなのかな。スカイウォードソードでいうところのマルゴさんなのかしら。と、喋る。ほら、デスマウンテンに住んでるゴロン族だゴロウ。この大岩見てほしいゴロウ。ここドドンゴの洞窟、オラたちゴロン族にとって大事な場所だったゴロウ。でもある日突然洞窟内のドドンゴが凶暴化、怖いところになっちまったゴロウ。さらに黒いゲルド人が魔法で入り口を塞いじゃったゴロウ。この辺りの話を聞きたいならオラたちの町に行けばいいゴロウ。ゴロンシティはこの真上、歩いてちょっとゴロウ。あー、でもこのゴロウって言ってるっていうことはきっとスカイウォードソードのマルゴさんの末の代みたいな感じなんだよね、きっとね。あー、そうなのね。こんなところに会えると思ってなかったな。そして進んでと言われたから進んで見ているけど、敵いない？いなさそう？大丈夫そうだね。またいるんじゃないかな。喋れる。あなたは？あなたのお名前は？デスマウンテンの頂上には妖精が住んでるって言われてるゴロウ。見たい？見たいって答えたいな。ここはどっちがどうなんだろう。ここの看板をまずは見てみましょう。デスマウンテン登山道と、これは何だろうね。これなんかナビが光ってるけれども何かわからない。これはこれもチェックしてみましょう。崖っぷちを進むとゴロン族の国ゴロンシティ。崖っぷちを進むとこっちは危ない。びっくりした。あ、ここは落ちちゃダメなんだね、きっとね。ということはこっち側に進むんじゃなくて、この道のところに進んだらいいということだね。なんか来た。あれ、おしゃべりできる人かな。違うかもしれない。おしゃべりできたのかな。あれ、避けてよかったのかしら。ちょっとわからなかったけれども、いいかな。なんかあった？あれ？なんかここちょっと、なんか気になるんだけど、何事もないのかな？ここで到着したかな？あっちとこっちとある。これはどっちに行ったらいいんだろう？こっ
ちに行ってみようかな。これなんだろう。特に何もできるわけでもなく。で、ここは降りてみましょう。いいのかな、こっち行って。あ、ここはゴロンシティ。あ、到着しました。あ、よかったよかった。じゃあ、ここでお話を、みんなにお話を聞いたらいいということなのかな。さっきのところも気になるけどね。腹減ったゴロー。食料不足で、オラたちみんなダウン寸前ゴロー。それというのも、ドドンゴの洞窟が塞がって入れないからゴロー。ドドンゴって何なんだろうっていうのと、ドドンゴの洞窟に、食べ物があるということなのかな。オラたちゴロン族は岩を食べているゴロー。特にドドンゴの洞窟で採れる岩は栄養満点で味もピカイチだったゴロー。オラたちグルメだからそんじょそこらの石ころなんか食べらんないゴロよ。ああ、ドドンゴ洞窟の特上ロース岩が食べたいゴロー。へえ、岩を食べる種族の方で、どっちに行ったらいいのかわからないけど、この画面はここを渡っていけということなのかしら。その前にでもまだ行けるところがありそうなので、まあまずはぐるりと回ってみましょう。ここは道になってるね。ああ、なんだろう、ちょっとおどろおどろしい色の何かがある。ここはでも今行けそうにないね、ないね。どうしようもなさそう。これは何だろうね。この柱みたいな、これは何かしら？特に今のところこう、打ち抜いたりとか、火をつけたりとかはなさそうだけれども、一旦こっちは上がって、さっきこっちの続きから来たから、あ、でももう行き止まりだね。では、今度は反対側に行ってみましょう。確か、ここから来たから、次はこっちだね。向こう側は行けないんだよね、多分ね。ね、アタックとかで壊せるとかもかもしれないんだけど、ここも下につながる道があって、壺があって、で、ここは、あ、このなんか、なんて言うんだろう、紐みたいなのがあるか、わー、大変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 、なに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 、びっくりしたー。大丈夫なのかな。あの人でもさ、あ、人だよね、多分ね、あの柄っていうか。で、ここはその、あの上に、その綱みたいなのがあるから、2階部分に来たということでいいのかな。これは、あ、これは掴むができるよ。違う。つかめたけど、危ない、大変、ここ大丈夫？ここ大丈夫？ここだったら大丈夫だね。なんとかなったね。これ、掴んでるけどっていう感じだね。ナビが呼んでいるので聞いてみましょう。炎の精霊石はデスマウンテンにあるってインパが言ってたよね。言ってたね。そのお話を聞きに行きたいところ。これは何なんだろう。なんかこう、飛び込みのさ、あの、板みたいなのがあるけど、でもね、ちょっと今視点変わったから、ね、飛び込む可能性あるね。この人なのかどうなのかわからないけれども、どうしたらいいんだろうね。避けるしかないのかな。こっちに行くと何があるかな。こっちは登れる。さっきのところだ。さっきのところに出てきたので、ここをぐるっとこう、登ると多分3階部分に行けるんじゃないかな。またコロコロしてきてるので、ここでちょっと待っておこうかな。ここだったら安全だよね。安全だね。よしよかったよかった。ね、これをチェック。ここらあたりで、オラの熱い走りを止められたらいいことあるゴロ。暴走ゴロン。あのゴロゴロしてる方が、多分、あの暴走ゴロンさんなんだね。止められたらっていうのはどういうことなんだろう。ちょっと刀振るうのちょっとどうかなって思っちゃうんだけど。なんか、こういうこと？ここでどうだろう？ここ、わー！大丈夫？大丈夫？あー、でも行ってしまった。
熱い走りを止められなかったんだね。で、ここは降りる場所があって、おん？うわ？どこどこどこ？降りたり上がったりするところがある。もう今どこにいるかわからないよ。ここは？あー、踊ってる！マルゴさん！マルゴさんって呼んでしまうけど、ゴロンの人たちが踊ってる。あ、こっちもだ、こっちもだ。すごい！すごい、いっぱい壁画みたいなものがあるんだね、きっとね、これ。さてさて、ご視聴いただきありがとうございました。もしよかったら、チャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。ではでは、またねー。